地域なので、多分は。若い子たちからその学ぶこともやっぱ あるんですよね。それ違うと思うよっていうのは、あ、思っても、もう正解って変わってくるんで、どんどん。多分時代とともに。いや、こうだ。いや、俺たちの時代はこうだったとか、そんなってもう古いんですよね、きっと。あ、でもやっぱ、いろいろ行きますけど、自分のところが一番好きかなと思いますよ、うん。こだわりが詰まってるといえば詰まってるので。本日のイノラは、スパメッツァ大鷹、龍泉寺の湯に密着した。千葉県流山大鷹の森駅、西口から徒歩2分。天然温泉をはじめ、全15種類のお風呂があるこの施設では、3つのサウナと3種の水風呂が楽しめる。2022年4月にオープンしてから、今や地元以外の多くの地域から来店するお客さんが多く、連日老若男女が集う、大人気スーパー銭湯となった。その中でも5台のサウナストーブからロウリュを受けられるドラゴンサウナが大人気で、サウナファンはもちろん、おしゃれな内装や比較的リーズナブルな料金設定などが若者たちの人気を呼んでいる。そして今回密着を行ったのは支配人の松浦さん。スパメッツァの立ち上げ当初から関わっている方で、お客さんに安心安全で快適な空間を届けるために幅広く業務を行っている。この日は閉店後の深夜業務を担当。大人気スーパー銭湯を陰ながらに支える彼に湯の裏は迫った。はじめまして。今日密着よろしくお願いします。はい、お願いします。スタッフがざわざわするんで他のスタッフの方言ってないですか？言ってないですよ。すみません、ちょっと30分ぐらいなんですけど。はい、長いね。はい、はい、どうも、ズーラ達夫と言います。スパメッツァ大鷹龍泉寺の湯の、支配人の、支配人させていただいてますね。うん、業務内容は、ほとんど、総合的な管理と、人の管理、機械の管理、営業管理、すべて見てるような感じですね。だいぶ関東でも大きな、最大級の店舗のスパ施設なんですけども、もともとその龍泉寺のグループスーパー銭湯というところで7店舗もやってますけども、今回もそのスーパー銭湯客プラス今のブームのサウナ客もこう取り込もうということで、3つのサウナと3つの水風呂ということで、はい、展開しておりますね。でおかげさまでじゃないですけども、昨年のサウナ修覧2022では全国地位いただきまして、はい、現在もたくさんのお客様にご利用いただいております。サウナ知ってる方っていうのはね、それで来ていただくっていうのがすごく多くなって、その年明けぐらいから、結構周りからの影響はなりましたね。はい、かなりあったと思います。なんで逆にプレッシャーにはなってしまうんですけど、もうこのサウナのブームっていうことと、実は結構サウナ昔から先代が好きで、実はそのサウナにも力は入れてたんですよ。大きなサウナ室と、でもそれだけじゃない、何か、違ったお墓からの何ですかね、知恵じゃないですけど、ちょっと取り入れてみたいということで、何個か候補あったみたいなんですけど、はい、その整え親方さんのちょっとプロデュースしてくれということで頼みまして、もちろんその3つのサウナっていうのはコンセプトとしてこちらが出したものなんですけど、その中の一つのドラゴンサウナに関しては、そうですね、完全に整え親方さんのイメージでこう出してきたものに賛同して、我々がやそでやりましょうっていうような感じで、はい、ドラゴンサウナっていう名前も整え親方さん
まず提案していただいて、まあ龍泉寺の湯っていうね、まあ龍もかあのかかってるので、うん、かかってるのでいいんじゃないかなっていうのはこちらが、うん、まあ我々どちらかというとそのお客様目線とか、うん、その衣装だけじゃなくてこういうところに仕切りがあったらお客さんに水かかんないよねだとか、うん、そういうところでまあもうずっとやってきてるんで、イメージはここの人が作ってもらって、まあ、あとは修正じゃないですけど、うん、っていうようなイメージですかね。よく聞かれるんですけどね、別にないですね。楽しかったですかね。深夜1時45分、最後のお客さんが出ると同時に、朝6時のオープンに向けて清掃が始まる。15種類のお風呂があるスパメッツァでは、毎晩10人以上で清掃を行い、この日、松浦さんも清掃と仕込みを行っていた。営業ね、終了になるので、もうその段階から一気に入ってきます。うん。まあ綺麗なもんなんですけど、目に見えない汗ですとか、まもなく閉店なので、加湿器だけ。まあこの辺はオートで切れるんでね。はい、大丈夫です。湿気が。うん、そうなんです。塩サウナ切ってくね。あ、はい。うん。そうなんです。これも濃度チェックです、ただの。うん、もうちょっと、もうちょっと気持ち、濃度を入れたいかなと。もう中和して一回捨ててもう一回貼り直します。なので全部抜きます。うん、あの重曹どこだね。はい、すいません。どういうふうに壊れちゃうの？折れちゃう。エレメントっていう電熱線がこう折れちゃう。まあそうじゃなくても、もう石の交換はしないと結構こうやってボロボロになっちゃうんですよね。砕けちゃうんで、はい。うん、入れよっか。じゃあ中入ってください。熱い。よいしょ。お願いします。ちょっと場所だけ、うん、まあちょっとケーシングがまっすぐ行くようにだけ石詰めてってくれれば。うん、あとはこっちのビニールテープでやろう。
そうですね。ちょっと石これどけないと。はい。ですね。これ全部石使いたいな。このライブすごい使います。休みの日とか何してるんですか？休みの日、まあ今一人なんでね、やっぱりとりあえず洗濯して家の掃除してとか、やっぱ、まあ、あとはもう趣味のビリヤードをたまにやったり、まあ、そんな、いいですかね。しかし近隣さんはまあ行きますよ。私もよくよくと言いますか、まあどこもいいね、銭湯です、銭湯というか、ね、スーパー銭湯ですし、いいサウナがあるので。自分とこですか？入りますよ。そこ仕事も兼ねてですけど、まあ、家帰って風呂沸かすのがめんどくさいっていうのもあるけど、あでもやっぱいろいろ行きますけど、自分とこが一番好きかなと思いますよ、こだわりが詰まってるといえば詰まってるので。事務仕事がメインなイメージを持つ支配人という職でありながらも、自ら修理や清掃など泥臭い業務をこなし、スパメッツァのお風呂が一番好きだと語る松浦さん。彼はなぜここで働いているのか、その経歴についても話してくれた。なんで私はちょっと前はブームになったビリヤードの部門にいたんですけど、やっぱりその、まあ、ブームの終焉とともに、ね、でその時に、まあ、この銭湯温浴事業、にまあ移動になって、まあ、それからですかね。で初めは温浴かよって思いましたけどね、やっぱり。そう、まあ、でもやることはそんなに変わらないですからね。そのあビリヤードの時もその店舗の店長だったんで、でもビリヤードばっかりやってました。そうなんです、20後半までは。もうそれこそどうだろう、公式戦だとか、まあ、試合とかにも出させてもらってたんで、結構がっちりやってましたよ。初めはちょっと考えましたよ、はい、ビリヤードもやりたいし、まあ、若かったなと思いますけど、まあ、今は全然やっててよかったというか思ってます。若い子たちからその学ぶこともやっぱ あるんですよね。そう、違うと思うよっていうのは、あ思っても、もう正解って変わってくるんで、どんどん、多分時代とともに、いやこうだ、いや俺たちの時代はこうだったとか、なんかそんなってもう古いんですよね、きっと。意見を求められたりしたら、もちろんこの方がいい、こういうやり方もあるかもねっていうような言い方をするけど、報告だけで終わる人材になっちゃうともったいないので、できればそういう人が育っていってくれないと。うわ、熱い。どんな塩梅でしょうか。ありました。おお、全然じゃないですか。トンプールポジション石足りたす？あのちょっとここが寂しいな。持ってきたりして。あ、持ってくる今から。そうだよ。オッケーかな。おお、大丈夫。今回の密着で。スパメッツァの日常に迫ることができた。そこで支配人を務めている松浦さんは、真面目で淡々としているとも言える印象だったが、密着を進めていくうちに、そこには強い芯があり、人に対しても温かい方であると感じた。次回、後編では、なぜここまでの人気店となったのか、スパメッツァ大高龍泉寺の湯の裏側に迫っていく。